あ、皆さんこんにちは。のび太さんのエッチって言ってるシーン、冷静に考えたら R15 して。よくよく考えたらね、僕らが見てた頃のドラえもんって、しずかちゃんの入浴シーンにのび太がどこでもドアでガチャって入っちゃって、あーみたいなのあって、それ別にね、普通で小学生の俺とかもアラッキーぐらいに思ってたけど、いや、よくよく考えたら小学生とか幼稚園が見るアニメで裸のシーンって今じゃ考えられへんよねっていう今日の一言でした。今日はですね、タイトルにもある通り、強度と剛性は何が違うのというのを 100% 理解できる動画です。よく強度、剛性っていうのはバイクに乗ってるとなんだかんだよく聞くワードだと思うんですよね。どうしても剛性と強度ってついつい同じに捉えがちなんですけど、実はそうじゃないんだよっていうことが、特にライダーの大好きなチタンという素材に関して間違った認識っていうのがね、結構多く見受けられるなというふうに思ったので、今日はこのことをちょっとねシェアしていきたいと思います。まず一番最初、強度と剛性は全く異なるよという2つの全然違う指針なんだよというところをお伝えしようと思います。ちょっとここに例を出したんですが、おせんべいね、今日買ってきました。ファミリーマートの濃厚エビ大判焼き、これね、うまいですよね。これ正真正銘新品です。このね、ちょっとなんかね、みりんの効いたやつがうまいんですよね。ここにせんべいありますよね。このせんべいを曲げようとした時にできるか、いきますよ。どうですか。うん、うまい。もう一回いきます。曲がるかどうかを見てくださいね。曲がるかどうか、言います。どうです。曲がる前にもう壊れてますよね。これなんとなくイメージつきやすいですよね。せんべいは曲がらない、曲げようと思っても曲がらないのがおせんべい。次、ここ見てください。ビーフジャーキー。これもね、ファミリーマートでビーフジャーキー買ってきました。これ、正真正銘、本物のビーフジャーキーです。これね。本物です。このビーフジャーキーを曲げようと思ったとき、曲がるかどうか。あら。結構、簡単に曲がりましたね。簡単に曲がりますよね。すげえ簡単。だけど、簡単に曲がるんだけど、これ、引きちぎれるかと。まあまあ、力入れないと。よいしょ、結構力入ります。うん、うまい。ファミマのビーフジャーキーもファミチキもうまいね。じゃあ次、これを引きちぎるのにどのくらいの力がいるか、ちょっとやってみます。もう全然すぐ取れちゃう。ビーフジャーキーほど力いらないですよね。パキパキいっちゃう、すぐ取れちゃう。うん、これもうまい。この2つどういう違いがあったかっていうと、せんべいは強度はないんだけど剛性は高い。逆にビーフジャーキーは強度は高いんだけど剛性はない。糸はどうなのっていうと、糸をねビュンって引っ張った時をちょっと想像してほしいんですけど、糸ってまあすぐ切れますよね、細い糸とかだと。だけど引っ張ってる時の剛性って結構高いんですよ。逆にゴム糸、ゴムのね一本の糸、ゴム紐とかゴムの糸を引っ張った時ってなかなかちぎれないですよね。だけど剛性はない。じゃあこの丸と×どんな定義があるかっていうと、強度っていうのは壊れにくさを示す言葉の定義なんですね。逆に剛性っていうのは変形しにくさっていうところに着目した評価の仕方なんですよ。もう一回おさらいすると、このせんべいっていうのは剛性は高い、だから変形しないんだよね。変形しないんだけど、いざ壊れるってなった時にはパキってすぐに壊れちゃう。剛性高いけど強度は低い。全然曲げようと思っても曲がらないですよね、おせんべいって。すぐパキって割れて壊れちゃう。それに対して、ビーフジャーキーっていうのは、もうすげえ簡単にぐにょんぐにょんに曲がる。ね、超簡単に曲がってますよね。でも、曲げてもポロって割れることないですよね。壊れないですよね。だから、ビーフジャーキーは剛性は低いよ、だけど強度はありますって。引っ張ってちぎるのに結構力入れないとせんべいに比べて壊れないということで、大事なのは
強度が高いものは硬いっていうふうに連想しがちなんだけど、実はそんなことなくて、強度は高いんだけど柔らかい、強度は低いけど硬いっていうものが存在して、一般的なイメージだと強度が高いと硬いよねって思いがちなんだけど、実際にはそんなことないよっていうことをこの表からちょっとね理解してほしいと思います。で、次にバイク車に使われる金属材料の特性ってどんな風になってんのっていうところなんだけど、まあ、ここにね鉄、ステンレス、チタン、アルミ、マグネシウムっていうことで、まあ、オートバイに使われる代表的な金属材料およそこの5種類になると思います。重量、まずどんくらい違うのかっていうところなんだけど、これはね、比重っていう単位で見ます。まあ、鉄は重い、なんとなく想像つきますよね。チタンは軽い、さらにマグホイールとかね、マルケジーニのマグホイール、OZ のマグホイールなんつったら軽いホイールの代名詞っていうイメージあると思うんですけど、マグネシウムは軽いよね。その重い軽いっていうのは比重を見ればわかるんですね。鉄は 7.87、 ステンも 7.93、 ステンの方が若干重たい。チタンは 6.54 ということで、これ約 7.9 にするとおよそ 60%になります。だから 40% 減ね、重量が。で、それに対してアルミは 2.70、 マグネシウムは 1.74 ということで、この数字が小さければ小さいほど軽い金属だよっていうことを表してます。なので、この上に行くほどね重量が重い、下に行くほど重量が軽いっていう順番に並んでます。ちなみにタングステン 19.3 ということで、めちゃくちゃ重たいです。あと、この 19.3 に近いのがね、金ゴールドなんですけど、これも 19.28、 まあ約 19.3 ぐらいで、思った時にうわずっしりきて重っっていう感じになります。ワークスマシンの耐久レースのハンドルのね振動を低減させるのにタングステンを使ったりとか、あとはレギュレーションでオートバイの最低重量って決まってるんですよ。8台だと170キロかな、全日本のスプリントだと165キロ以上っていうことになるんだけど、それよりもオートバイを軽く作った場合はこのタングステンを車体の中心に置くようなレイアウトを取ったりということも使えます。次に、じゃあ剛性はどうなの。さっきここで強度と剛性は必ずしも一々にはならないんだよ、日常生活でもこんな風にリンクしないことは多々あるんですよというふうに説明しましたが、じゃあこの金属の剛性はどうなってんの。これはね、ヤング率っていうので一つ同じ指針で測ることができます。これは縦断性係数とかって言うんですけど、この数字が大きければ大きいほど剛性が高い、高剛性という指標になります。一番高いのは鉄 210GPa、 次ステンレス 197GPa、 次チタン 116GPa、 ちょっとね 赤の四角で囲ってあります。アルミは68、マグネは65ということで、チタンって鉄とかステンレスよりも剛性ないんですよ。剛性でいくと約半分の剛性しかないんですね。だからチタンってすごい高強度なイメージあるんだけど、まあ、それはね間違っちゃいない。だけど剛性はすごく鉄とかに比べると低いんですね、まあ、約半分ちょいぐらいになってしまうよと。特にこのチタンだけは気をつけなきゃいけないよっていうのがここから分かるということになります。じゃあ実際の強度ってどのくらいなの。壊れにくさね、変形するしないじゃなくて、さっきのこのせんべいみたいにパキンと壊れてしまう、その強度は引っ張り強度っていうので見ることができます。これはね、同じ鉄でも、いろんな種類の鉄があるね。同じステンレスでもマルテンサイトとかオーステナイトとか石質硬化系とかね、ステンレスでも5種類ぐらいあるんだけど、何を添加するかによって種類がね結構大きく変わってきちゃうので、ちょっとだけね細分化しました。ここに鉄で有名なね SCM440 っていう黒森鋼っていうのがあります。黒森の強度は 980MPa、 この数字も高ければ高いほど強度が高いよっていうことを示します。 SPCC っていうのはオートバイのフューエルタンクとかに使われるような、どっちかっていうと柔らかい、強度あんまり高くない鉄は270ってことで、3分の1ぐらいの強度になっちゃう。同じ鉄でもめちゃめちゃ強度高いものとめちゃめちゃ低いものとっていうので、すごい大きな差があります。次ステンレス、サス304っていうのはオーステナイト系のステンレスのことなんですけど、これはね 520MPa、 それに対してマルテンサイトのサス410っていうのがあるんだけど、これは540ぐらい、まあほぼ500ちょいぐらいで同じぐらいなのね。で、このマルテンサイトっていうのは主にオートバイのブレーキディスクに多く使われます。ブレーキディスクって丸い点がいっぱい空いてるでしょ、だからマルテンサイトっていう思い方で、サス410っていうのはブレーキディスクに多く使われる材料です。これは 540MPa で、次に来ました。よくチタンといえば皆さん64チタン6464っていうふうに言うと思うんだけど、正確には6アルミ4バナジウムっていう書き方をします。それを略して64っていうふうに言ってるんだけど、この64チタンの強度はめちゃくちゃ高くて、なんと黒森と同じ980MPa です。それに対して TP340、まあ、TP270 とか
この2種類が俗に言う純チタンって呼ばれるもので、エキゾーストパイプとか社外品の液パイでチタンパイプありますよね。チタンのエキゾーストパイプとか、あとはヒューエルタンクにちょっと使われたりとか、チタンの比較的安い板材は390っていうことで、これどうですかね、半分以下の強度になる。この64っていうのはアルファベータ合金っていうんだけど、このアルファベータ合金だと980で、ベータ合金っていうさらに強度の高いやつになると、これがね1800メガパスカルとかまでいったりします。まあただよく使う64チタンっていうものは鉄の黒森と同じぐらい強度が高いというふうに言えます。で次にアルミ。アルミもね結構いろいろ種類があって、ステップとかに主に使われる2024の T4 処理っていうものをしたアルミニウムの素材だと430メガパスカル。この 7075T6 っていうのが今おそらく削り出しで使うアルミ部品の中では最も強度が高いと言われている素材なんですけど、約573メガパスカルということで、もうステンよりちょっとね強度が高いぐらいのすごい強度を持った部品です。ただこれね強度がすごい高い分溶接ができないんで、基本的に削り出して作るしかないという感じのものになります。でもう一つね、今新しい材料が開発されて、アルミのさらにもう一個高強度のやつも世の中には一般の市販品として出てきました。であとはマグネシウム AZ80 っていうマグネシウムのホイールなんかに使われるような材料だと320ということで、だいたいこの比重と強度っておよそリンクしてるんだけど、やっぱりねチタンだけがどの類別にも当てはまらなくて、剛性は低いんだけど強度は高い。980と980、クロモリ鋼、クロームモリブデン鋼が980に対してチタンも980。これがね、まあシャフトだとして、クロモリで作ったシャフトと、チタンで作ったシャフトを比べた時に、引っ張った時にバーンって壊れる力っていうのはどっちも同じなんだけど、剛性は全然ないから、チタンで作ったやつの方がふにゃふにゃしてるね。ふにゃふにゃしてるけど、ふにゃちんのくせに強度は高い。こっちはカチンコチンチンのくせに強度が高いという感じで、剛性と強度は必ずしも一致してないんだよ。特にチタンは剛性の低い金属になるんだよということを、この表から理解してもらえると分かりやすいかなと思います。一般的にあるねガラスってあるじゃないですか、窓ガラスとかね、自動車のフロントウィンドウとかあるんですけど、ガラスはだいたい強度50メガパスカルぐらいです。絹の糸のちょっと太いやつねはバンって引っ張った時の強度っていうのは260メガパスカルぐらいということで、絹糸はね結構強いです。太くすればするほどね、どんどん強度も増していくんですが、だいたいそんな感じになります。鉄でもっと強度が高いものがあって、クロモリにニッケルを添加するスチールニッケルクロームモリブデン鋼っていうのがあるんですけど、これを作った後に焼き入れと焼き戻しを入れてあげると、なんと1800メガパスカルということで、このドゥカティが使っているクロモリのねフレームいろいろあると思うんだけど、それの2倍以上の高い強度を持った鉄材料っていうのも世の中には存在します。何を添加するかによっていろんな種類の材料が出来上がるので、まあ、鉄にしろステンにしろチタンにしろ本当にね種類がいっぱいある中で、オートバイに使われる主な材料をちょっとピックアップしました。その中でもやっぱり強度は高いけど剛性は低いっていうのがやっぱりチタンの大きな特徴かなということになります。次に強度が低いとなぜ壊れるのかということをちょっとね解説していきたいと思います。で壊れ方にはバイクの場合ね主に2つあります。例えば錆で壊れるとかね、まあ、他にもいろいろあるんだけど、主に乗ってて壊れるのは一発破壊と疲労破壊っていうこの2種類です。一発破壊って何っていうと、1回の荷重で壊れることを一発破壊って言うんだけど、事故ってフロントフォークがボキって折れちゃったとか、バーンって立ちこけしてブレーキレバーがポキって折れちゃった、ステップがバキって割れちゃったとか、1回の荷重でボキッと壊れてしまうことのことを一発破壊っていうふうに言います。これは基本的にはね事故とか転倒、まあもしくはどっかから落っこちちゃったとかいう落下ね、まあそれは壊れて当然だよねと。例えば CBR1000 トリプル R を2メートルの高さからパッて離してダダダーン落としましたと、壊れるよね。カウルもバキバキになるよね、ただただ落としただけでもね。あとは事故りましたでバーンってね、オートバイがぶつかった、フロントフォークが曲がった、フレームが折れましたっていうのもよくあると思います。もうこれはユーザーもね、あもう事故っちゃった、壊れちゃった、残念だなっていうふうになると思うんだけど、分かりにくくて厄介なのがこのね疲労破壊っていうやつなんですよ。でこれは何っていうと、小さな荷重が繰り返し入力されることである日突然ポロッと折れちゃう、パキッと割れちゃうっていうふうになる壊れ方のことを疲労破壊っていうふうに言います。まあ主に振動なんですね。ここにねキットカットがあります。これキットカットです。これキットカットの絵です。断面だと思ってください。このキットカットってさっき
俺がこのせんべいを持って割ろうと思って、例えばね、ここで割りたい、ここに真ん中でぴったりに割りたいと思った時に割れるかっていうと、ああ割れたな今たまたまうまいこと割れたけど、なかなかどこで割るって予想するのってすごい難しいでしょ。だけどキットカットの場合ってだいたいここで割れるよね。ここでパキって割れるでしょ。これチョコレートを見たらね、あのどこで割れるって割れ目あるからわかると思うんだけど、あのカレーのルーとかね、だいたいこの細くなってるところで割れるでしょ。これなんでここで割れるのって、まあまあなんかここで割れそうな気がするのはわかるんだけど、なんでここで割れるかっていうことを示す指標の一つに応力集中っていう言葉があるんですね。この応力って何っていうと、荷重が入力されて何か力が加わった時に、この内部にどんな力が加わってるか、内部にある力のことを応力っていうふうに言うんだけど、応力が集中する箇所っていうのは基本的に決まってて、断面積変化が急激なところっていうのが相場になってます。このキットカットのこの断面の部分だけを切り出すとこういう形になってるでしょ。力っていうのは基本的にどこにも力が加わるってことは、作用反作用の法則が必ず働いているから全部に均等にかかるいうふうになるんだけど、水とか電流のように全部均等なんだけど避けていくんだよね。例えばこっちとこっち側とこっち側、均等に力がかかるから、だいたいこの辺はこの辺ヒューってまっすぐ、この青い線は力が、まあ流れてると思ってもらったらいいかな、力が加わっている線ね、まあ、この辺もだいたいこういうふうになるよね。で次この辺に行くとどうなるかというと、ここ空中は当然力は通れないからこっちに寄ってくるんだよね。こういうふうに寄ってきます。でまたこういうふうに行く。じゃあここはどうなのってなると、ここも同じようにやっぱこうやって寄っていくんだよね。でこういうふうになる。じゃあこの一番上に近いところはどうなの、これもね、ここに寄っていくんだよね。もう勘い人は大体気づいてきたかと思うんですけど、ここに力の線が集中してるでしょ。ここの部分、他の部分は等間隔に並んでるんだけど、この溝がある部分だけ力がここを経由しなきゃいけないから、同じルート何本も線が通っていくんだよね。そうするとここにクラックが入って、ここからパキッと割れてしまうと。でここが壊れますっていう風になってるね。だからどこにもみんな力としては均等にかかってるんだけど、断面積が急に変化して、かつ断面積が小さくなると、そこで力が渋滞を起こしちゃって、極端な力がここに加わると、結果的にここから壊れますっていう風になるのが、この応力集中のまあ法則なのね。まあこれね、すごい分かりやすく書いちゃったから、応力集中ってこういう風に起こるんだよっていう風に思ってください。でじゃあ次ね、これただの板に、定規のこの板があると思って、この板に丸い穴が開いてると。じゃあこれはどこに応力が集中しますかっていうと、両端は何も邪魔しないよね、そのまま行くと。じゃあ真ん中ら辺はどうなのっていうと、こういうふうに行くよね。この先はどうなの、こういうふうに行くよね。こっちはどうなの、ここを通っていくよね。この辺はどうなの、ここを通っていくよね。じゃあ集中してる箇所どこっていうと、こことここだから、ここの2つからバンって引っ張った時には破断しやすいということが言えます。次に、最近 GoPro とかを何かステーの上にチョンって乗せてマウントして走ったりとかっていうことあると思うんだけど、これをこの向きに変えたと思ってください。この絵はフレームにボルトでキュッてこういうステーを止めて、この上に GoPro を乗せましたという絵だと思ってください。でそうするとこれは振動でね、こういうふうに上下にビヨンビヨンって揺れるんですよ。こんな感じでビヨンって揺れるのね。これなんとなく想像しやすいですよね。じゃあこの場合どうなるかっていうと、ここでがっつりギュッて押さえられてるから、こっちにやった時のこういうこっち側のね、反力はこっち側で受け止めてるんだけど、どういう力になるかっていうとね、こっからね分散していきます。このカラーでギュッてボルトで押さえられてるところまでは全部ここを伝わってくるんだけど、こっから急激にね、こうやっていろんなところに分散していけるのね。そうするとどこが一番拘束されるかっていうと、この角、この押さえてる角が一番応力が集中するのね。断面積の変化が同じ部品じゃないものと組み合わせることでここに集中してるのね。どっちからでも入力は同じだから、この隙間からヒョロヒョロってきたやつがここに集中すると
いうことで、壊れる時にはここから壊れて、ここにクラックが入ります。これも決まってて、ここになんかへこみとかそういうのがなければ基本的にこの辺は全然壊れないと。壊れるのは基本的にこの付け根の根元、際になるよということになります。あとね、壊れる時ってこのバーがよいしょってグイッて曲がると、こっち側は伸びてこっち側は縮むのね。この引っ張られる伸びる方から必ずクラックが入るっていう法則もあって、この圧縮側って呼ばれる方は基本的には壊れない。こういうね、まあ、板があって、仮にだけどこの状態からこっちにしか振動しませんっていう状態があったとすると、必ずこっちの上面からパキっていきます。逆にこの状態から上側だけにしか振動しませんよっていう風になると、引っ張られるのはこっちの下面、下側の方の面になるので、こっちの面からクラックが発生して上に向かって進行していくという感じになります。これが疲労破壊のメカニズムだよということで、ちょっとね覚えてください。僕のチャンネルだから、ね、好きかって言うんだけど、本当にね、いいバイクっていうのはいい兄弟さんが必ずいます。